大石先生流2022年6月の運勢ランキング後編。はい、名数を使った運勢ランキング、はい、どっちも意味が分かんない方は昨日の分を見てください、ね、前半1分で分かりますので、そうなの、ちゃんと説明しておりますので、お願いします。で今日は9つのランキングのうち上位4つとあと最下位9位の発表ということになります、はい、6月来月運勢第4位の方、名数2の我々でございます。我々ですね。で、これはですね、イライラは向上心の現れ運というすごい長い名前にしました。ほう、あのね、イラつくムカつくは今月に、あ、来月に限り悪いことではないよと、はい、あのそれはむしろ自分を奮い立たせるものになるよというところで、だからあの運勢の名前がやたら説明帳で長くて、はい、イライラは向上心の現れ運というふうになっております。なるほど。だからあのそういうことがあったらむしろポジティブに考えればよくって、はい、あ、問題点を見つけたんだなとかですね、あのこれでちょっとこうファイトを出して頑張ろうというふうになるなというふうに、はい、イラつくことむしろ歓迎という運勢ということになっております。切り替えればいいですね。そうです、そうです、はい、あの潰されないようにこれをどう乗り越えるかという創意工夫もできるよということで、はい、第4位といたしました。はい、はい、そしてベスト3ですが、第3位の方が名数7の方でございます。これはですね、途中で危険を察知して回避できる運というところで3位としてあります、はい、あの危険なことが起きてしまうというのはいいことじゃないんですけれども、うん、ただ、来月のその名数7の方は事前に大体それがこう読めてしまうので、うん、これ来るなっていうのが分かるからちゃんとこう防波堤作っといて OK でしたみたいな感じのですね、うん、あのそういう洞察力というか予知力というかですね、あの先行きが読めるから、無難に過ごすことができますよということで、第3位としてあります。はい、そして第2位ですが、うん、名数5の方でございます。名数5の方はですね、これからじっくり時間をかけて対策に取り組む運というふうになっておりますので、6月1ヶ月だけの問題と思わないで、長くこれからかかることのスタートに良いタイミングですよ。なるほど、うん、別にその対策といってもその芸術作品ばかりじゃありませんので、うん、お仕事でもいいし自分の個人的な課題でもいいんですけれども、まあ、あの1日や2日で終わるような話ではなくて長くかかりそうなことの第一歩を踏み出すのに良い月ですよということで第2位となっております。はい、はい、そして第1位ですが名数8の方でございます。はい、で、これはですね、ちょっと6月の特徴なんですけど、今の2位の方もね、悪いこと起きるのって良くないんじゃないのって思いますけども、うん、まあ、個人の運とは別にそういうことは起きてしまいますので、でこの1位の8、名数8の方も悪いこと起きるんだけれども、はい、うまく逃げ切って大吉という運勢なんですね。ほうほうほう。だからかわすんじゃなくて、はい、あの逃げ隠れするというかですね、そういう形になります。ですから、うまく逃げ隠れがそもそもできるという前提でもありますし、あまりだから正々堂々と問題に立ち向かわない方がラッキーだという一月で、なるほど、そうです、あのなんやかんや言ってうまく逃げてください、うん、それがむしろ大吉になりますよという運気ということで、1位といたしました。はい、さあ呼ばれなかったあなたワーストです。はい、9位ですね。なんちゅう言い方だと思いますけどね。ワースト、名数6の方でございます。もうこれはですね、自分はあんまり関係ないんだけど板挟みになって対立する意見の調整役にさせられてしまってすげえ大変みたいな人というやつなんですよ。これ自分じゃないだけにね、はい、自分が当事者だったらまだほら、ね、はい、意見を通せるんだけど、やりようがありますね。第三者になっちゃってるもんで、うん、一応まあどっちにもこうね、立てなければいけないみたいなのがあるよというところで、うんうんうん、まあ、いわゆる板挟み運であり、なんだろうな、もうその調整役の苦労みたいなところですよね、はい、ということで、残念ながら第9位とさせていただきました。はい、でもそんな9位の方も明日の被害最小限の過ごし方を聞けば、はい、大丈夫、大丈夫。板挟みのストレスも緩和されますね、これはですね、もうバッチリだと思います。はい、なのでですね、5位から 6位から9位の、下位の方はですね、被害最小限の過ごし方が明日ありますので、ぜひともご覧ください。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日ご覧くださいませ。また明日。はい、また明日。